ピースちゃいますよーと、今日はですね、この前ちょっとさせてもらいましたね、間違った医療第2弾ということでございまして、好評につき第2弾したいと思いますね。好評で好評で、あれはどうなんこうなんっていう問い合わせがじゃん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 電話かかってきましてね、もうほんまにもう大変やったんですけどっていう夢を見ました。全く電話の出の字もないです。コメントもありませんということで、今日はね、間違った、医療ということでね、まあ、これから夏になりまして、プール、昔僕らの時はね、プールで上がったと水でこう目を洗うやつがあったんですね。目をこうビーって出ましてね、今ねあれ間違いらしいんです。目を洗うこと、洗ってはいけないそうなんですね。人間っていうのはこう涙が出てくるんで、涙でその不純物をこう流すちゃんと作用があるんで、下手に洗うとその涙が流れてしまうということでね、あの結膜炎とかに逆になりやすいということで、最近はこの目を洗うということはしない方がいいそうです。はい。それからですね、暗いところで本を読んでも、昔ね暗いところで本を読むと目が悪くなるって言われたんですけど、これも嘘らしいです。最近はね、目は悪く全くなりません。暗いところで本読んでも全く目は悪くならないということです。それからのへそのごま、よくあのごまなんか取ったらお腹痛くなるとか言われたんです。これもですね、へそのごま取った方がいいそうなんです。きれいにしておいた方がいいそうなんですね。それから、鼻血が出たらよく、鼻にティッシュね、僕はよく詰めてましたわ。鼻詰めすぎて、こんな鼻見てください。これカニの鼻毛テクニックになっちゃうんですけどね、これ、すごいじゃん、ね、はい。ティッシュ、鼻がでかすぎて、ティッシュがスカスカなんです。まあ、それはどうでもいいんですけど、入れてはいけない。鼻の上をこう、つまんでくださいとね、首をつまんで、鼻をつまんでくださいということ、今はらしいですね。ちょっと今、鼻のネタ、僕、鼻の穴に500円玉が入るんですよ。多分、これ、僕だけちゃうかな、思うんです。一回、今度やってみましょうか。鼻の、1枚ちゃいますよ。2枚、いや、今、下手3枚ね。若い頃500円の鼻に入れてちょっと鼻血できたことを思い出したんでちょっと言いましたけどね。松橋さんのクリスチョンでした。鼻でか成人でーす。